辛いですよね。ちょびっと温泉の方が倒しやすいですよね。でもどっちかって言ったら、うん、あ、おとつよ逆やったりとかしましたかね、なんかね、なんかのタイミングで変わったんですよ。でも極端にできないって感じでもないですね。はい、ストレッチはまめにしました。半日前に比べると動きは良くなってるなと思うんですけど、はい、はい、こっちの方が硬いですね。そうですね。これ膝怖いとかあります？いえ、ないです。大丈夫です。まあ、本当に腰きつい時だったらこう仰向けに足伸ばせて寝れないんですもんね。はい、うん、なので戻りはしましたけど、そうですね。すぐった痛い。痛かったです。きつくないですか？はい。前回ここの鼠径部だったんですよね。はい。なかなか痛みは取れないですね。そうなんですね。きついですか？でもまだ我慢できる。
回転筋。うん。少し大きく。今ですかね、辛さ。すごい気持ちいいです。気持ちいい、はい。体の筋肉としてはそんなにずれてなさそうなんですよね。あ、本当ですか。うん、まあ、だから、まあ、あの寝れば良くなるって言ったじゃないですか、はい、だからあの状態としてはそんなに、はい、あのなんていうの、治そうとする体の状態は結構良くなってるんですけど、はい、うん、決定的にどうにかしないとっていう感じじゃなくて、単純にやっぱり休養不足っていう感じだと思うんですね。体こっちに、これは辛いですか？あ、この辺腰は辛い。いや、辛いってことではない。はい、はい、そう、だけどピキンみたいな。それはこうやってこういう 体操とか運動やってたんですけど、うんうん、ずっとそれはありますね。やりすぎたらダメだとか思いながらちょっとやってましたけど、それでもやっぱり気持ちのと怖いのと、左が怖いですね。左怖い。今右脇が全然伸びないですね。一生懸命やったんですけど、でもまあ軽くはなりましたが、こっちは？なんか石ころが入ってるような感じの印象が。痛いですね。どうしようかな。今これどうですか？ちょびっと怖いですね。ちょびっと怖い。これはどうですか？大丈夫です。はい。
チューよはチューシュー。うん。ちょっと。両膝立てましょうか。はい。はい、スカスカですね。なんかっていう感じなのかな。なんかそれとも岩が入ってるような感じ。まあちょっと よろしくはないです。これで、まあ、一昨日できなかったじゃないですか。はい、今できますかね。できます、はい、できます、はい。まあだからだいぶ動きは良くなってるんですよね。で、割と悪い方だと、はい、こういう風になったりとかするんですよ。こうどうしてもこっち側がいかないとか。でもそれもないので、そんなに左右差大きいとか、うんうん、あの明らかになんかできない動作がっていう感じではないですよね。まあ、とっさにはできなくても時間かければできるみたいな感じで、状態としてはそこまでひどくはないんですけど、はい、注意がいる状態っていうか、ある程度安心感が出るような、はい、ね、きっかけ一つでだいぶ良くなりそうなんですけどね。体はちょっと精神的にまだ余裕がないから、そこから差し合ってるっていうところがあるんじゃないかなっていう感じですね。はい、どうしてもね、やっぱ痛い思いした後だと、警戒心強くなったり、そうですね、しますからね。身構えてるとこありますしね。そうなんですよ。ちっちゃい子がいるから。そうですね。今もともとその膝が痛いとか、はい、肩が凝るとかいうのあるっていうところにプラスで悪くなってるので、まあやっぱり怖いなとか辛いなっていうのが強くなった状態ですよね。ある程度良くなってきても、まだ、まあ、その普通に動けるっていうのにはちょっと結構遠いのかなっていう感じですね。まあでもだいぶ良くなってるので、ちょっと首周りやって、はい、はい、さっきに比べて首もね、緩んでますからね。やっぱきついですかね。上に行けば行くほど。どうぞ。もちろんね、見えるようにやろうと思うと、針を作る形になっちゃうから。見なくてもいいんやもん、正直。結果を言えば。いたたたたたた、
だけど気持ちいい。腕上げましょうか。ちょっと腕すみません。これでどうですか。うんうん、で痛みますか。うん、ないです、ね。同じ場所なのに違う、うん、一番緩むのはやっぱりこっちも必要ですかね。こっちの方が緩んでますよね、うん、はい、ぐーっと中に入っていく感じで気持ちいいです。そうですね。ここに今ここをこういうふうに押しても痛くないですよね。そうですね、はい、はい、でこちらだと痛いですね、うん、はい、はい、うん、はい、ですこれも、はい、ちょっとすみません、はい、ちょっとここ肩一回入れますね。でちょっとこっち向いていただいて、うん、これで痛みないですね。ないです、ないです、はい。ちょっときついですかね。いや大丈夫ですか。これでこっちも痛くないですね、うん、はい、はい、この首の上の方も痛み減りましたね、はい、はい、Ha ha ha!
手漫才していただいたんですか、うん、ちょっと楽な感じで。きついですかね。いや、でもすごい気持ちいいですね、はい、あ、ちょっと痛いですかね。いや、気持ちいいです、うん、普通にお腹の上に置いていただいていいです、はい、あ、すごい気持ちいい。びっくりした。できたかなと思うんですけどね、うん、あとちょっとじゃあ座ってもらっていいですか。どうですかね、はい、やっぱり怖がってる部分をほぐされて怖くない感じになってくるっていうのをすごく感じましたね。そうですね、はい、それもすごく大事なことなので改善に向かっているっていうことですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いします。 If you like, please subscribe